そしてポッドキャストリスナーの皆さん、もし母国語と照らし合わせながら見たいという方は、概要欄の YouTube のリンクから CC 字幕付き動画をぜひご活用ください。よかったらチャンネル登録もお願いします。それでは本編にレッツゴーあもうもうスタートしてる急に。も。<laughs> <laughs> はい、<laughs> というわけで今週もやってまいりました。今回ですね、テーマは東京23区で一番家賃が高い区。

話題はいというわけでですねまずこの今回家賃比較ちょっと23区に絞ってやっていくんですけど一応間取りとしては 1DK で駅徒歩10分以内の場所っていう条件で比較してみました。と、ね、1いうことになりまして寝る部屋と ま我们的话呢，会先从 EDK，EDK 在日本的话就是一个厨房，然后一个睡觉的地方，它是可以有门，就是有门可以区隔的那个就叫做 EDK。主要的话会是以，比如说从车站啊走路到家里的话，十分钟以内的房子去做比较。嗯嗯，そです、はい。

そうですよね。そう、港区は一応簡単に説明するとまあ、高級住宅街っていう風に言われている場所でまあ、ちょっとね。お金持ちの人が住んでるみたいなイメージですね。そしてあの東京湾に面していてまあ、オフィス街も近いですね。で、本当に都心部なので。すごいね。<ー>高い。 っていうのっ納得ですね。うんうん。おー。在港区他其实、就是有ヨ、革新、ドン京湾あ、ン、真の中的高级住宅区。他、うん、那边也是、比较偏ペ京的都心所以、那边的房价就都很高公司、行号也很多うん、うん、そうですよね。で、そう、いよいよ、その港区の 1DK ですね。駅と10分以内の 1DK の家賃相場。えー、なんと。お来猜。お等一下、你先不要讲 一个的你先不要讲，<laughs> 我们来猜一下，港区那边大概走路十分钟内的地方，嗯、大概一个月的租金会是多少？我来猜，我来猜。多的 <laughs> 没没没，Q 自己讲。<laughs> <laughs> 我猜应该一个月。 一 d k を吧。十二、うん、万要。吗十二万是台湾的三四万台币惜しい惜しいですねでも惜しいとっても。そう正解は十四点七二万円。<laughs> まあだから大体十四十五万くらいですね。うん。 まあでも駅徒歩10分以内はちょっと高くなりますよねもうちょっと離れればねもう少し下がるかなとは思うけどでも 1DK で14万は高いですよね。うん、对あ万万万万そう等于台币大概要快4万5万5万

その辺住む人っていうのは、まあ、選ばないですよね基本的には。あ選ばないよね近くのもうちょっと安いとこから頑張って電車で通った方が<ー>交通費はだってあの会社から出るじゃないですか。 所以可能因为毕竟公司会补助交通补助嘛，嗯、所以就从远一点的地方来港区上班。嗯、那这样子，我想问，嗯嗯,嗯在港区工作的人会有一种、欸、拉手的感觉吗？会有一种我很厉害。 まあねそうそういう人もいますよねそうそうそう、いるちょっとかなまあ多少はいますよね哦多少やっぱり身につけてるものが全部ブランド品とかねそういう人は結構いるんじゃないかなって感じはしますよね 地区的感觉吗？啊，多。大家都比较会有带着名牌货，包包是名牌，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯衣服是名牌的感觉。 そう、そんな感じですかね<ー>イメージとしてはね、まあ、ちょっとなんかあのさ差別っぽくなっちゃうんですけど港区女子とかでねよく日本で言われたりするんですけどただそう港区女子はちょっと結構ブランド品を基本的にはちょっとつけてて、うん、一般の庶民の人とはあんまり交流しないみたいな <laughs> ちょっとお,お高く泊まってるみたいな、えっと、イメージがあ ありますよ、ね、だからちょっとあんまり私は個人的にはですけどそんなに仲良くなれないというか、まあ、仲良くはなる機会もないだろうなって感じですけど。あー 所以其实，在那边有一个叫做“港区女子”的一个称号。So, so, so, so. 在那边的女生通常会可能全身上下都有名牌相关的东西，mm hmm. 然后也比较不会跟庶民，像我们这种庶民 <laughs> 去做交流。<laughs> <So. S 1> <laughs> 然后 n 米 m 上你觉得自己平常也比较少机会跟他们接触到。そうなんですよね。まあね、ちょっとね、話せる話題もないしね。きっと友達にはなれないね。 哦，oh, 对啊，因为你好像也没有很喜欢名牌货,货。そうですね、興味がないかな。<laughs> 对啊，你也没兴趣。对そうなんですよ。はいはい。あそんな感じで、ちょっとねこのまま続けるとちょっと港区批判みたいになっちゃうので。あ <laughs>、啊、あとはあは、我们回回来话题，不然等下变成那个歧视港区女子的感觉。我们没有，我们没有，我们没有，我们没是在分享日本情报。 そうそうですそうですその通りはいまあなんでその辺でですね一回ちょっと港区まあ家賃相場 1DK 衝撃的な14.72万円だったっていうね事実本当びっくりなんですが。す まあでもそんな東京23区の中でもやっぱり家賃が低いエリアっていうのが存在していてその中でも一番低い区が東京のそうですね北東部にあるえ足立区っていう区ですねになります。雖然港区非常京 そそうそう私も、まあ、そんなに詳しくはないんですけど一応工業地帯になってるみたいでその工場とか。

是比较早发展吗？因为像港区，你刚刚说，呃，比较多高楼大厦啊。 主力的话就比较多矮的建筑<嗯>是因为港区比较晚发展嗯嗯然后主力区比较早发展这样吗でもその可能性もありえますねその歴史的に港区近年発達したっていうのも発展したっていうのも一つの理由ではあると思うんですけど<哦>あとは多分その戦争の時にどれだけ被害があったかでもちょっと変わってくる部分があるのかなと思って ててい戦争の時に爆撃とか、まあ、火事とかの影響で建物なくなっちゃったところはやっぱり結構新しい建物に建て替えないといけないですよね。そういうい理由も少しあると思いますねあとはたまたまそういう被害にそんなに合わなかったところは古い家がそのまま残ってたりするのでそんなに高い家がないっていう場合もあるって感じですね。<あ>うんうん 所以你的意思是说，早期其实都有发展，可是日本以前有经过战争的一些嗯经验，刚好主立区那边的灾情比较没有那么严重，港区的话够比较有被炸弹这样炸过啊，嗯、所以新房子就比较容易被建，因为可能房子都没了嘛，就比较好建这样子。 そう可能性はありますねちょっと港区がどういう感じだったかが私もちょっとわからないのではい何とも言えないんですけど、うん、でもな,なんでですかねこれはちょっと。あのー一個可能性 ちょっとお調べしてまたあのタイミング見て次回以降でお伝えしたいと思います。想听的人请持续追踪我们的そうですね。はい、そうしてください。そうそう、さっきそう港区はね、うん、おさらいすると14.72万だったんですけど。 足立区どうでしょう<对>ゆきさんの予想はどうですかわ我,我觉得、我、我当然、自己希望は 1DK。1DK <laughs>。<laughs> 1DK <laughs>、ね。一個套房うん。うん。うん。 そうですよね。本当にそれくらいが一番、ね、いいなと思うけど、まだ地区でも平均家賃相八点8.02万円ですね。<laughs> 1DK だからね。1ルームとかだったらもっと安いけど、でも1ルームってあのキッチンもないみたいな可能性もあるから。在区 1DK のタ的ファン要8万多 八万出头一点点，八点零二万，八点零二万很难很难说明。八万两百块日币，八 <laughs> <そ> <laughs> 万两百元日币左右。可是如果说想要像我刚刚说，我希望压在七万以下的话，嗯、还是必须可能找那种只有一个房间的，但就没有厨房。そうなんです。それかまあ K っていうまあ一応キッチンもあるタイプのがほとんどだと思うんですけど、ただその寝る部屋とそのキッチンの部屋の、嗯 間に扉がないといとうか全部一つの大きな部屋みたいな感じだったらもうちょっと安いかなって感じ7万だったらそうそう 1K かなっていうイメージですかね。

的那个 <laughs> そうだ,だからサバとかやったらちょっとアウ,アウトだよねもう <laughs> 一晩中サバの匂いがしちゃうみたいなそうそうそう <laughs> 魚好きだけどでもちょっとね寝る時はねやめてほしいよねその匂い。 就算再喜欢鱼的料理、うん、可是睡觉边闻到这种鱼香也是会蛮烦的そうそうそう本当にちょっとあんまりねよく寝れないよね <laughs> 对啊好像無法好好睡觉耶そうっていうね問題があるのでまあね扉があった方がねいいけどやっぱその分家賃は高くなりますよねっていう

でも、ジュリーは生,生差了七万円。何をする你可以再多は一万円。何区す你可以再多ー一个房间 <laughs> <laughs> そうです。2部屋借りて、ね、足立区だったら、ね。何をするか、私足立つだったらといことですか港区か足立区。 えー、对以考慮价格啊考慮两个地方的话你会想住在哪里いやもちろん足立区の方がいいかなって思うねミコ、oh, さん選主力区私あのどちらかというと東東京なん,うん、うん、だろうちょっと古い町並みが残ってる感じの雰囲気が好きだから、うん、足立区だったらその辺アクセスもいいしあ因为你比较喜欢東边的东西因为比较有这种老建築啊然后这种从以前到现在的氛围うん、うん

うん、の周辺の住み心地とかについてね話そうと思ってたんですけど新宿区とか池袋っていうのは豊島区豊、うん、島区んうですねそうそう。 我超爱丰岛区的。啊、そうなの？我是丰岛区的粉丝，所以我以前都选磁带住。啊，そうなんだ？<laughs> ななんでなんで？んで哦，因为我之前学校在附近。啊，なるほどね。そっかそうですよね。对，这种大站、啊、就整个交通很方便。嗯嗯嗯、池袋の方が確かにあのちょっと行けばその下町にも行けるし。嗯，对啊，对啊，对啊。そう。割と住みやすいイメージはありますね。そう对，池袋稍微走一下下，稍微走一点点路就可以到这种、嗯嗯、比较。 呃，原始的日本的地方，我以前就是住在那样的附近。啊，a k i 我以前住在大山站，很棒。大山站，在时代，<laughs> 它其实是一 t a 区就是板桥区。啊，是是是是，かりましたかりました。あの辺もね、いいね但我就是大概走个五步就可以到丰岛区的那种地方。哦 <laughs>

いや、そう、えー、その二十三区の治安のランキングっていうのがあって、うん、治安が一番いいのは文京区。治安最好是文京区。そうだよね。あじゃあ、阿多区二十三区中何位だと思いますか、うん、ゆきさん。足立区第幾名哦？そうそうそう。在日本東京二十三区の治安ランキング中、うん、我猜他第四名。お、そんなに上？<laughs> あ。 高いよ。高い高い。あに、高い。あに <laughs>、高い。そう <laughs> <laughs>、8位です。第8名。也算是中间以上そうですよそう。全然よくて。第8名耶、不足不足。ちなみに、その雪さん住んでたという板橋区です、ね、<对>は6位でした。はい。 いいいやいや素晴らしいよね板橋区真的很棒そうなんですだから結構足立区上位だったからね、優秀だ、ね、そうちなみに、えーとね、23位一番低いのは千代田区、うん、千代田区ですね東京駅のそうそう圧倒的にね多いんですよ。好意外よ

可以感觉到やっぱり多いよね对<あ>。新宿区はやっぱり有名なので言うと歌舞伎町とか<对>歌舞伎町知ってますか歌舞伎そうそう。歌舞伎町、うん、一一过附近就知道那边に对治安不好 <laughs> <laughs> 好今はちょっとね昔よりは良くなったかもしれないですけどあとはコリアンタウン、まあ、新大久保とかがあって、うん、まあ外国の人も多かったりっていう理由もあって新宿区はね治安悪いイメージは正直ありますよね<ー>、うん、でも千代田区なんでだろうね、oh, 因为新宿区大そうなんですよ 是啦，诶，那像浅草这样的地方，うんうん台湾人比较知道是浅草。浅草是算哪一区啊？台东区ですね。啊、台东区。嗯嗯嗯，ちょっと台湾っぽいねな <laughs> 对啊，台东、台东、台南、台东，<laughs> <laughs> 哦，台东区。嗯嗯，了解。竹立区有名的地方，我只知道烟火而已，也没什么观光的地方吧。確かにね、あの本当にあんまり何もそんな有名なものなん 没关系，竹立区虽然我们没有什么呃，对于外国人来说比较有名的地方，嗯嗯但治安我们第八名，so 好棒、哦、好棒哦！来宾掌声生活 <laughs> <laughs> 对啊，真的，如果要住的话，便宜治安又好，すごいいい对啊 <laughs> 对啊，不小心一聊就聊太多。我们本来想说讲个十五分钟就好，不小心讲了很多。

有实际住在那边的人，欢迎在你们的留言栏告诉我我们你们的租金多少钱。诶、欸欸，可以问吗？嗯、台湾人的话是可以讲啊，就是啊你租金多少钱？哦，我租金多少多少多少。<laughs> そうあのね日本人はあんまり聞かないですね直接的には。<laughs> 嗯嗯嗯 まあでも別にねあのそうあんま普段の日常会話では直接聞かないだけで多分全然コメント欄で皆さん日本の方々も教えてくれると思うのでもし日本の方でねこれを見てあの自分たちが何区に住んでて家賃これくらいの間取りのところに住んでるよっていう情報を教えてくれる人 ぜひコメント欄とかで教えてください。はいうん。そうですね。港区住んでる人がいたらぜひちょっとどんな感じか住み心地とかも教えてほしいですよね。うん。ほんと気になる。え、真的耶很想知道到底住在那边的感没有你好我々は知っている人です。我是 <laughs>

どれくらいかかるのかっていうのとあとは日本の間取りの見方ですねそれと、まあ、あとはマンションとかアパート何が違うのっていうのを紹介できたらなと思っております。はい、うん 好哦，那我们这一次就先到这里啦。那、啊、我们下一次会主要讲，如果你要住在东京的话，可能会需要怎么样的一个初期费用？刚开始的费用要多少？还有日本的房间要怎么看？就是マンション跟诶阿帕朵的差别是什么？所以请记得订阅我们的 Podcast 或 YouTube 哟。Hi，じゃあそれで次の動画でお会しし拜,拜好啦，下周见，拜拜。